こんにちは。今回から、更年期障害について何回かお話ししていきます。更年期障害、まあ、ホルモンのね、バランスが崩れて、だいたい男性でも女性でも45歳から50歳、55歳ぐらいまでの間で起こる、体の不調なんですけども、これに対する方法として、3つ、今回からご紹介いたします。まず1つ目の方法なんですけども、ホルモンのバランスがおかしくてなって起こるものです。更年期障害ですから、ホルモンに対しての刺激を加えるという方法がまず1つになります。どうするか、この女性ホルモンと男性ホルモンに対する刺激なんですけども、脳からホルモンが分泌される、そういった刺激が加われます。ですからその脳に対しての刺激を加えていく方法なんですけども、どうしていくかというと、ポイントとしてはこの目の奥にある骨、頸骨という骨を刺激して していきます。見えるかな、頸頸骨、この腸の形をした骨、これ正面、これ横から見たところ、腸頸骨、私の動画で、ね、ご覧になったことある方は、今まで腸頸骨ってことをね、耳にしたかもしれません。そう、目の疲れの時に、うまく使っていく腸頸骨、やり方は、今回のやり方はもう眼精疲労というやり方と同じ、腸頸骨のね、部分に隙間を開けて、腸頸骨の周り、目の周りの血流を良くして、眼精疲労というのはこれもうそのまま目の疲れが取れるということなんですけども、腸頸骨にも刺激が加われます。こう引っ張ることによって、それにより、ホルモンも刺激されて更年期の症状が改善されていく場合があるんですよ。ではこのやり方もう一回ご紹介します。まず耳たぶを掴んで両方同時に下に引っ張ります。これを30秒、今度は耳の真ん中穴に近いところ掴んで横に引っ張ってから前に持ってくる、これを30秒。それで耳の横、上ですね、上のこの浅いところで深いところを持ってください。これを斜めに引っ張りましょう。これを30秒。そうすることによってこの目の奥の骨、腸頸骨、先ほど出したこの腸頸骨、この腸頸骨の部分に隙間が生まれて、この周りに血流が良くなって、そして、腸頸骨にも刺激が加わり、ホルモンに刺激が加わり、更年期の症状が改善されていきます。ただこれは1回でね、すごく良くなるっていうわけではなくて、積み重ねてやっていくことが大事ですから、1日2回でも3回でも、そして継続してやってみてください。それにより、更年期の症状を改善していく場合があります。あとはね、これだけでなくて、ね、他にもね、方法ありますから、その他の方法と組み合わせて、ぜひ、更年期の症状を改善するようにやってみてください。次回もね、この更年期出すセルフケアやりますので、ぜひぜひ次回もご覧ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。